海軍さんの歴史教科書第2章行為の発展括弧1内地の侵攻皇太神宮神武天皇のご即位以来歴代天皇のご聖徳により行為はいよいよ伸長したが第10代崇神天皇の御意後はその発展が特に顕著となった。三種の神器は、天照大神が二荷の御事にお授けになって以来、お歴代の天皇はこれを宮中に奉安し、特に神教は大神の御霊城として親しくこれを祭り保うていたが、崇神天皇はこれを恐れ多くおぼしめして、御鏡を御剣とともに大和の重ね日の村に奉還し、宮中には新たに御鏡御剣を模造して御璽とともに奉安したもうた。ついで第11代崇仁天皇の御代になって、さらに重ね日の村より伊勢の五十鈴川のほとりに返し建て祀られた。すなわち今の皇太神宮であって内宮と申し上げる。皇位伸長と産業の推礼。第10代崇神天皇はさらに皇家あまねく国内に お式になろうとしてまだ皇位の及ばない地方に指導将軍を派遣せられ地方人民の強化に新しめられた。また天皇は深く大御心を国民の制御に注がせられ池水を掘って農事を奨励せられた。かくて皇家は遠隔の地に及び国内の産業もまた大いに起こったので天皇は男に湯はずの貢ぎ女に棚末の貢ぎを立てまつらしめますます国力の充実をお計りになった。天皇はまた、船の功用を教えて、大いに船を作らしめ、開国日本発展の基礎を定め保うた。このようにして、皇位はついに半島にまで及ぶようになり、御治績が大いに上がったので、天皇を神武天皇とお共に、初国知らすスメラ御事と、と申し上げる。国内の平定。ついで、崇仁天皇も鋭意内地の侵攻に努めさせられ、武備の充実にも大御心を注がせられたが、第12代景行天皇の御代になり、皇位はさらに伸長した。天皇は九州の熊襲の反乱をご神聖遊ばされたが、ついで皇子大和武の御事に命じてこれを討たしめられ、さらに東北地方の蝦夷に向かわしめられた。御事は伊勢から駿河、相模を経て上総に赴かれ、途中幾多のご苦労を経て、ついに日上の国に入り、その地の蝦夷を平定せられた。帰路は甲斐から信濃を経て尾張に帰られ、なおも付近を平定せられたが、ついに病を得て伊勢に降ぜられた。天皇は後、御事の平定せられた地方を親しくご巡行遊ばされて、御事の御自責を忍びたまい、また多くの孔子を諸国に使わして地方の開発を図らしめたもうた。内政の整備。かくて皇位の伸長に伴い内政の整備が必要となり、第13代聖武天皇は三河の形成に応じて国、県、村を分かち、それぞれ国の都、あがた主、稲城などを置いて地方行政に新しめた。
ここにおいて皇位はますます輝き、国力もまた大いに充実し、後に半島諸国が我が国に帰属し、皇位が大いに海外に発展する基礎が固められることとなったのである。指導将軍のご派遣。軍教に召して曰く、民を導くのもとは教え赴くるにあり、今すでに紳士を敬いて災い皆尽きぬ。しかるに遠き国の人々もなお乗りを受けず、これ未だ君の赴けに習わざるのみ。それ軍教を選びてよもに使わして鎮賀意を知らしめよ。大彦の御子ともって北陸に使わし、竹ぬな川分けの御子を東海に使わし、吉備津彦の御子を青銅に使わし、丹波道主の御子を丹波に使わしたも、よりてもって召して曰く、もし教えを受けざる者あらば、すなわち兵を挙げてこれを打て、すでにして共に印を授けて将軍となしたも。日本書紀。海軍のご奨励。船は天下の宗つものなり、今和田のほとりの大牟田から船なきによりて持って二へさに勝ち運びに苦しむ。それ国々に乗り落ちて船を作らしめよ。日本書紀。以上、ここまでです。今日はここまでです。ありがとうございます。また次回よろしくお願いします。